コロナワールドってあるじゃん。あ、でもどこになるんだろう。一文字町っていうのかな。あの、福山港に行く途中くらいにあるところ。わかるよね。だいたいね、コロナワールドって言ったら、あの、ボーリングとか、パチンコ屋さんとか、まあ、カラオケ屋さんもあったんだけど、まあ、そこが閉店したっていう話をしたいんだけど、あの、カラオケのところだけね。ボーリング場とかゲーセンとかパチンコ屋さんは健在です。普通にまだやってる。で、温泉的なものもあったかな？温泉なのかな？銭湯みたいな。銭湯じゃない。多分温泉だったような気がするけど。岩盤浴とか確かできたような気がするんだけど、まあそこ入ったことないんだけど。で、このボイスキャッツっていうところ、一回行ったかどうかないよ。ただ、俺の場合、コロナワールドは、結構行ってた時期があって、まあ、何しに行ってたかっていうと、あれないよね。主に、あの、メダルゲーム。メダルゲームを頻繁にやってた時期があるよ。でも、まあ、ほぼ、自分で金使ったわけじゃないんだけど、あの、コロナワールドが、もともとアップ何だったんかな？マックスバリューかメガマート、メガマートかな、メガマートとかだったような気がするんよ、あそこ。で、なんかリサイクルショップもあってみたいな場所。メガマートだったような気がするけど合ってるかな。まあ大体そんな感じ。なんかスーパーみたいな。そう、デカめの。そう、そこがコロナワールドになった。で、その道挟んで向かい側にはあれがあった。ボーリング場の、あれなんだっけ。もう最近名称が出てこんのよ。あれなんだっけ、あれ。まあわかる人、ちょっとコメ欄に書いて。あれね。あのやつ。あのボーリング場。だから一時期、確かコロナワールドもあって、そのもう一個のボーリング場もあったみたいな時期があったと思うよ。道挟んで。で、その、もう一個のボーリング場の方には観覧車があった。その観覧車ももう今ではないんだけど、今、福通の、なんか、なんていう、集配所みたいな雰囲気のところになってると思う。ちょっとはっきり見てないけど、福通だった気がする。まあ、配送関係の、そう、なんか荷物集まるんだろうな、みたいな一見すると、そういう場所になってて、だからそのもう一つのボーリング場はなくなったから、その一文字町付近ではもうボーリング場そこしかないんだけど、で、あの、ボイスキャッツ、ほんと正直覚えてないんだけどね、一回行ったかもしれないなって思うの記憶があって、あの、それは、新街町の、なんていうとこだったかな、なんか焼肉屋さん、あの、百均、昔、ツタヤだったところが今、百均になってるじゃん、新街のあの、ジョイフルの向かい側の。めちゃめちゃ地元の人しかわかんない話してるけど。そう、あの、ジョイフルの、新街のジョイフルの向かい側の、ダイソーの、道挟んで、隣くらいに靴屋さんと、焼肉、靴屋さんがあって、同じ敷地内に焼肉食べれるところがあるんよ。で、そこで、なんか忘年会かなんかをやったんよな。やって、で、その二次会的な感じで、あの、新型コロナじゃない、コロナワールドに行ったっていう覚えはあるんよ。だそこで、ボーリングをした覚えもないし、流れ的にはカラオケなんだけど、ただそのカラオケの中に入った覚えもあんまりなくって、でもじゃああの時、やることないしな。で、その時覚えてんのが、その一緒に遊びに行ったメンバー同士で、ちょっと喧嘩になりかけた。なんかな、あの、そのメンバーの一人が、あの自転車、あの、ガチの自転車あるじゃん。ロードバイクって言うけん。なんか、そのガチの自転車買って、で、もう一人のその仲間が、あの、なんかそれ似合わないっすね、みたいな。冗談でね。冗談で言ったら、ガチギレしたっていう、みんな酒も入っとるし。っていう記憶が、それがコロナの駐車場だったんよ。コロナワールドの。っていうことは言っとるってわけじゃん、そこにみんなで。
で行って、その記憶だけあるんよ。ただ俺も酒入ってるから、そこでカラオケに行ったのか。でも行ったとしたらボイスキャッツしかないよ。ボイスキャッツちょうど空いてなかったとか入ったんかな。なんか中に入ったような入ってないような気がするんよ。まあそれくらいの記憶。長々と言ったかどうかわからん話しそうないよ。そう、それくらいの記憶。だからそこまで思い入れがあるわけじゃないんだけどね。ただやっぱその流れ的にさ、まあこの、コロナワールド行く主な目的として、映画館かボーリング場っていう人が大半なんじゃないかなと思うよ。で、その中でもうちょっと遊び足りないねってなって、ゲームセンター行ったり、カラオケ行ったりとか、っていう流れになり、なると思うんだけど、そこでカラオケなくなるのってちょっと寂しいよね。なんかもう、俺はもう行く習慣が全くなくなったけどさ、まあ割とアクティブに遊んでた時とかは、まあカラオケもね、楽しいじゃん。だからその時の気持ちになって考えてみると、まあなくなるっていうのはすごい寂しいんじゃないのかなと思った。10月の、いつだったかな ?10 月、今年のもう10月とかよ。そんなにすげえ前じゃないんよ。んじゃっけ。今年の10月くらい。で、なんかその、知らない人もおるんじゃないんかなと思ってね。そう、一回なんかこうやって10月31だ。そう、ちょっと話しとかんといけんなーと思って。福山コロナワールドの中にあった。入り口入って、まあ、ほぼ正面のちょい左くらいのトイレがあったその近くみたいな感じの場所にあったと思うんだけど、そう。コロナワールドは、シネマ、パチンコスロット、天然温泉、ボーディングゲーム、フードが楽しめます。そう、なんか食べるところも、フードコート的なやつあるね。で、なんか、バスも出てるよね。福山駅から出てんのかな、あれ。なんか、よく見かけるよね。バス、赤いやつ、赤いバス。あれ、無料循環バスってことよね。っていうことは、あそこまで無料で行けるって結構すごいよな。割と福山駅からさ、一文字の方までってなると、結構な距離じゃん。そのバス、お得だよね。そう。で、まあ、行きと帰りバスが出てるから。普通にそのボーリングだけしに行くこともできるわな。温泉、天然温泉だけ入るっていうこともできるだろうし。そう。福山駅周辺にはボーリング場はないよね。ゲームセンターってあったんだっけな。ちょっと記憶が曖昧なんだけど、ゲームセンターないような気がするんよな。ゲームセンター。パチンコ屋さんはある。で、映画館もある。これさ、天然温泉、ゆららだっけ?ゆららだったかな?2号線のところまで行けばあるけど、歩けなくはないけど遠いよねっていうくらいの距離感か。だけど、まあ、あれ、カラオケ屋さんは駅前、最近どうなんだろう?昔は結構あったけどね。ジアスとか。ジアスとかあったけど。ジアスとか、ジョイとかあったよね。ジョイとか、あと JB's ってあったじゃん。白木屋のとこの地下みたいな。JB's があったところの上の方の階もカラオケ屋さんだった時がある。多分もうないよね、あれ。どうなんだろう、カラオケ屋さんあるのかな。あるか。MG みたいな、商店街、ジョイ船町のとこにあるわ。そう。ボーリング場はだけ駅前ないから、そのバスでコロナワールド行ったらいいんじゃない?ちょっと話変わってきるけど。そう、カラオケ屋さんは一応ね、駅前、そう、船町まで行けばあるから。そうだね。そう、でまあ、ボイスキャッチなくなったのはね、ちょっと寂しいですね。なんかこう、一つの施設でいろんな遊びができるみたいな魅力があるじゃん。で、その中のカラオケって結構でかいような気がするからさ。そう。で、まあ、そう、さっきも言ったけど、知らない人が行ったらちょっと、あれじゃなと思って、うん。なんかせっかくね、久々行こうと思って行ったら、いや、ねえじゃんってなったら、
かわいそうじゃん。かわいそう。かわいそうじゃん。そう。だけそうならないためにお伝えしておきました。まあ、福山関係ちょっとなんか変化があれば、こうやってお伝えしていこうかなと思いますので、チャンネル登録、高評価よろしく。では、終わります。ありがとう。